はい。今日はですね、憲法53条国家賠償請求訴訟のお話を、弁護団の先生だった、弁護団の先生の藤川智子先生に、来ていただいてお話をお聞きするんですけど、今日のゲストは、だから藤川智子弁護士です。よろしくお願いします。よろしくおよ願ろしいくおし願いします。ます。藤川先生は、まず、自己紹介からしてもらっていいですか？はい。はい。今年、弁護士10年目になります。66期の藤川智子と言います。生まれが京都で、三輪先生と同じ同志社中学高そうですよ校ね。で。はい。だから中高の後 あ、輩そうにです当たりますよね。ね。はい、たはまい。たま。そう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 。はい。で、私は大学とロースクールも全部同志社。あ、そっかそっか。ずっと、同社ですよね。そうなんです。で、その後、修習も京都だったんですけれども、たまたま縁あって岡山で就職することになって、で、その後、結婚して、夫が転勤族で、今実は関東に住んでるんですが、所長弁護士、ボスの、香川慎太郎弁護士のご厚意あり、まだ岡山の事務所に所属したままっていう、ちょっとイレギュラーないろんな働き方があって、今オンラインとかもね、使えるから全然いいと思います。で、そうそうそう、それで、中高の後輩で、だからあれ、なんか放送会かなんかであって、実はその同社の、関連ではなく、京都修習中に、京都の久保先生、久保裕紀先生が、一緒にテニスしようって言ってくださって、ロースクールの先輩だったんですそうけれか、ども、で、私が同期の修習生集めて、で、久保先生が、宮先生含め、同期の弁護士さん誘ってくださって、それでテニスで 出会ったんです あ、だから、弁護士が集まるテニスの時にみんな来てたのかな？そうですね。そっかそっで、か。宮先生がすごい可愛くてらっしゃったので、ちょっとお声掛けして、で、ちょっと事務所訪問させていただきたいってお願いして、で、差しで、訪問させていただいたら、たまたま、事務所のパソコンにちょうど、グラビアのそう写か、真で、が10年 前や。そうなんです。ちょうど10年前、届いたところで、すごい、そういうのも全然、存じ上げなかった。すごい衝撃を受けて。そっか、そっ か。はい。そっね、か、は10年前ですね。だから10い。はい。年前に修習生からの弁護士になった感じですよあ、ね。そうですね。はい。そうか、そうかっていう感じです。感じで。で、そっか、そっか。じゃあ、ちょっと先に聞くと、どうして弁護士になろうと思った感じですか？今お話に出た、同志社中学校の時に、3年、中3の時に、公民の授業で、憲法を教わって、で、その時に、冤罪、無罪、本当は無実なのに、死刑になっちゃって、死刑判決出ただけじゃなくて、執行されちゃった方がいたっていうのを教わって、なんかすごく衝撃を受けて、ね、これは冤罪をこうなくさないといけないと思って、で、その時に、裁判官、検察官、弁護士のことを知って、で、その3つのどれかになれば、冤罪をなくせるんじゃないかと思って放送を目指すようになって、なるほど。で、その思いでずっと勉強して。そうですね。で、その後同志社大学の、サークルでなんか無料法律相談っていうあ活るよ動がね。あって、その時に、やっぱり当事者の方とお話しするのが自分は向いてるなと思って、その時に弁護士に絞りました。なるほどです。なるほどです。そうか、そうか。なんか、結構、中高の後輩って簡単に言ってるけど、ちょっと重なってはいないですよね。だから、そうですね、はい。だいぶもう10個ぐらい下？あ、そうですね、ちょうど、ちょうど10個10個、下だそようね。そうだでよね。そっか、そっか、そっか。そうか、そうか。そういうふうに、同志社の中高の同級生で放送になった人って何人ぐらいいます？結構いる？そんなに。結構いる気がしますね。何人いるんだろう。45人ぐる、45×9クラスぐらいありますよね、高校。そうですそれね。で結構いる？いるよね。
そうですね、私も結構いるから、結構いると思います、うんうんうん、裁判官も検察官も弁護士も、あ、本当に全部いる、はい、あ、すごいね、はい、だから意外に多いですよね、同社、ね、中高 の、うん、あの放送になってる人、ね、え、うん、そうかそうかそうか、それでまあでもロースクールとかは結構みんないろいろ、そうですね、結構バラバラになったんですけど、うん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 、比較的その内部生、うん、中高一緒だった子も一緒に上がってたので、なるほど、ちょっと安心感を、なるほどね、そうかそうか、それであの私はずっとだからフェイスブックでつながってて、はい、であの親元気にやってんなとか思ってて、うん、勝手にで、あの今日お越しいただいたのは憲法53条国家賠償請求事件のあの弁護団の一人だっていうことを知ったので、はい、ぜひこれを聞きたいと思ってであのお呼び立てしたんですけど、でちょうどね関東に、ね、うん、お住まいだということで、でまず憲法53条の国家賠償請求事件っていうのはあのどういう事件かっていうのを教えてもらってもいいですか。はい、まずじゃあその憲法53条を一旦読み上げたいと思います。はい、はい、ぜひぜひ、うん、はい、53条は臨時国会の、条文なんですけれども、はい、内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。はい。という条文に。なるほど。国会の臨時会ですよね。はい、で、国会の議員の、いずれかの議員の総議員の4分の1以上だから、それなりにハードルがあるとも言えるし、まあ、でも4分の1だったらなんとか超えられそうな気もするし、で臨時会の召集を内閣は期間がついてないんだけど、召集は決定しなければならないっていう、内閣の召集決定は義務なんですよね、憲法上のね。まさにそれ、そう、そこですよね。それも含めて争点になりました。なるほど。で、ただあのポイントは、数字のポイントとしては、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求と。で、内閣の召集義務についてはまあ争いがあるとしても、期間の定めがないっていうところですよね。そうですね。それについても後でお話しするんですけど、はい、割と画期的なこともあったんです。うん、ですよね。で、そこをちょっとぜひお聞きしたいんですけど、で、それで、なんだろう。そもそもでも国会っていうのはなんかそれこそ中学高校の社会の話だけど、なんだろう、あの国の代表っていうのは選挙で選ばれてるのは国会議員だけって習うじゃないですか、うん、で、まあ、内閣も議員内閣制だから基本的にその内閣総理大臣はじめ大臣はほとんどが国会議員だし、そういう意味では国民に選ばれたと言えるけれども、しかし、まあ、行政権の、まあ、大多数の部分は、国民に選ばれてない人がやってるわけじゃないですか。で、司法はもちろん、その、ね、試験とかそういうことが必要になってくるけど、だから民主的機関で、話し合いで国のことを決めましょうっていうところで、で、話し合いを求められたら話し合いをするよってすごい当たり前かなと思うんですけど、でもその当たり前のことが実現されてないってことですよね。そうですね、おっしゃる通りだと思います。だからその召集をだから4分の1ってことは別に野党与党議員じゃなくても野党議員でも4分の1集まったら臨時会の、召集臨時会を求めることができるんですよね。要求が、は当然できると、はい、で要求をしたのに内閣が召集をぐず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 しないから、まあ、この裁判が起こったっていうことですよね。そうですね、うん、でこの訴訟の対象になった時は、はい、2017年、はい、平成29年の6月22日に、うん、衆参、衆議院、参議院両方で、はい、ちゃんと要件を満たした、53条の要件を満たした召集要求がなされたんですが、はいはいはい、その後、なかなか召集決定出ず、はい、92日後にやっと召集決定3ヶ月か、はい、で実際召集されたのが98日後、はい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 、しかもその98日後に召集されたその臨時会は実質的な審理がなく、うん、もうすぐ解散、冒頭解散されてしまって、おお、だから
だから逆になんなら解散するために招集したぐらいの感じ。そうですね。に見えますよね。はい、見えます。で、それで、平成29年って何があったんですか？ 2017 年。ちょうどその、ま、共謀罪のこととか、森友家計問題が特にクローズアップされてた、はい。おー、そうか。もうでも6年前か。で、ちょうど森友家計問題が追及はされているけれども、それで国会で審議されてたわけじゃないのか。そうですね。もしかしたらその通常国会とかであったのかもしれないですけど、それじゃ足りないっていうので、ですよね。うんうんうん、臨時国会を開くべき、それぐらい大事な問題だったのに、なるほど。そうですね。で、それで2017年、平成29年に、冒頭解散、臨時会が招集されたけど、冒頭解散されて、それでどうしたんですか？で、結局実質的に審議なされてなかったので、はいはい、その後、これはちょっと話した方がいいかなと思うんですが、うんうん、この訴訟の発端になったのが、うちのボスの香川慎太郎弁護士と、はいはい、当時立憲民主党にいらした高井隆さんっていう国会議員さん、はいはい、衆議院議員さんが、はい、まあ、岡山の議員さんだったので、はいはい、まあ、ずっと一緒に飲んでて、うんうん、いやこれおかしいよねおかしいよねって話をずっとして、うん、で高井さんがなんか訴訟にならないのみたいな話になって、うんうんうん、正直弁護士たちもみんなこの問題多分国民の皆さんもおかしいとは思ってたけれども、はい、その弁護士でさえその訴訟にできるっていう頭は正直なかったんですよね、うんうん、だってその具体的事件性っていうのが基本的には裁判を起こすときに必要じゃないですか。おっしゃる通りです。ですよね。はい、でそこがすごい難しいかなと思ったんですよ。そうなんです。その理屈立てがすごいハードルが高くて、はい、まあ、明らかに憲法違反だよなっていうのは言えても、おっしゃるように、うん、抽象的に、はいはい、例えばその内閣が、なんていうのかな、内閣が国会を召集しないのは違憲違法だから、どうにかしてくださいっていうことは言えそうだなって思うけど、うん、それを裁判にするっていうのが難しいですよね。そうなんです。うん、で、すごい、で、その、ごめんなさい、裁判に、形、裁判としての形にならなければ、却下されてしまうじゃないですか。訴訟要件を満たさないっていうことで、はい、内容の話じゃなくて、内容の話に行く前に、いや、この話無理ですよってなるかなって思うから、そこの構成がすごく難しかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうなんです、はい、そこのハードルをうちのボスが、うん、はい、乗り越えてですね、すごい、はい、で、うん、そこをその弁護人の接見交通権の、はい、裁判例があって、はい、それをその弁護人の立場でその接見交通権が侵害されたって国賠訴訟をした、うんうんうん、でちゃんと、訴訟要件満たしてる裁判の対象になりますよってなった事案があって、ありますよね、うんうんうん、でそれとパラレルに考えて、はい、その接見交通権っていうのはその弁護人の立場にある人が、被疑者被告人とね、はい、接見するのを妨害されたりする事案があるんですよね、はい、なんか事実上ね、法律上の妨害というか実際に会いに行けなくさせられるみたいなことですよね。なのでそうですね、警察庁の留置施設とかで留置されている方に会うとても大事な権利なんですが、それが侵害された、おかしいじゃないか、うん、でそれの事案が、構成としてはその弁護人 の、 その精神的苦痛という形の損害賠償請求権で構成されてて、はいはい、それ自体結構秀逸な理屈立てだったと思うんですけど、うん、それと同じ、うん、構成にして、はい、国会議員がせっかく招集要求したのに、なるほどね、招集されなくて、うん、本当は国会で開いてもらって意見表明したり、はい、活動したりしたかったのに、うん、してもらえなかった、はい、そういう、まあ、人格権侵害、うんうんうん、あるいは職業活動の自由の侵害。なるほど。だから原告は国会議員だ。はい、そうなんです。なるほど。面白い。それで、原告が国会議員で、なんかちょっとこれマニアックな話ではあるんですけど、でもすごく大事な話で、なんか法的におかしいなって思っても、なんていうのかな、裁判にするってすごい難しいですよね。そうなんです。で、しかも国家賠償請求訴訟で慰謝料請求だから、
で、別にお金の問題じゃないんですよね。そうなんですよ。ね。別にお金が欲しいわけじゃないけれど、この国家賠償請求訴訟っていう形にせざるを得ない感じですよね。おっしゃる通りです。なので、なるほどね、訴訟でも、その一応、うん、まあ、適当に100万円っていう損害に設定はしたものの、うんうん、はい、まあ、お金が欲しいわけではないので、うん、その一部の請求として1万円の請求、うん、なるほど、うん、一部請求っていうことで、はい、はい、ほう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 、それで原告が当時の国会議員ですね、その2019年2017年、平成29年の臨時国会が召集されなかった期間に国会議員であった人が原告で訴えを提起。そうです。その中でも招集要求をしたメンバー、はい、なるほどなるほど、はい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 、はい、にこだわっていた、はい、まあそうせざるを得ない事実上の理由もありますが、法的構成としても、うん、精神的苦痛を受けるからには、うん、招集要求した、まあそうですよね、これは当然そうですよね。で、それは高井隆さんがまず一人目だったんですが、うんうん、そこもあとドラマがあって、うん、その高井さんがしたいって言ってくださった、うん、まあ、なかなかハードルある中で、はい、したいって言ってくださったのもありがたいんですけれども、まず党の反対は阻止しないといけなかったので、うん、そこをそのボス香川慎太郎弁護士が、うん、当時岡山で参議院されてた江田さつき先生、うん、はいはいはい、お亡くなりになってしまわれたんですけれども、うんうん、平沙月先生が元裁判官の方なので、でね、はい、まあ、そういう法律的なことが分かる方ですし、うんうん、何よりその立憲民主党の中でも、うん、まあ、発言力のあるお立場だったと。そうですね。はい、その民主党時代に法務大臣とか、ですね、参議院の議長、はい、参議院の議長されたりとか、はい、よく発言力に、はい、うんうん、ある方だったので、まず江田先生を説得。なるほど。で、江田先生はとても、そこの話を分かってくださって、うん、で多分党としては必ずしも前向きではなかったと思うんですけれども、はい、まあ、まあ反対まではされなかったのかなって、うん、そういう政治的な努力も出回しまして、はい、はい、でただまあちょっと誤解をされたくないのは、決してこれは野党と与党の話ではなくて、うん、あくまで国会議員、国会対内閣の戦いではあるので、そうですね、そこの、はい、構造、その野党だからやってるってわけじゃなくて、うん、全部の国会議員の権利ではあるので、うん、そこの構造は分かっていただけたら。そうだよね、うん、だからそのまあすごく難しいけど、だから国会議員がで、しかもこの4分の1っていうのが多分53条のポイントで、要するにその少数派であったとしても、はい、話し合いを求めたら、それを多数派の意見によって議論の機会を封殺してはいけないよっていう趣旨で、53条はでもたった一人の人がよ求めただけじゃダメだよっていうか、まあ、せめて最低4分の1以上は同じように国会で議論したいねっていう人がいたら、それは開こうねっていうのが憲法53条の趣旨ですよね。まさにそうですね。三輪先生が言ってくださったその少数派議員の意見の尊重っていうのはそのキーワードになっていて、うん、その、まあ、53条の趣旨をどう捉えるかによって、うん、おそらくこの訴訟の、まあ、判断なり結論は変わってはくるんですけれども、はい、なので国とかはそもそも、国側、その被告になった国側の意見にはそもそも趣旨の設定さえなかったんです、ね、はい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 。で最高裁とか、まあ、趣旨の設定まではしてくれたんですけれども、正面から少数派っていうのはあまり書かれてなくて、一応は書いてくれたんですけど、うん、で否定するときに、まあ、その少数派の議員の何々の尊重にあるとしてもうんたらみたいな、すごく苦し紛れ、うん、なぜかというと、もし少数派の議員のうんたらの尊重ってちゃんと言ったら、当然その本来判断に入るべきってそうだよね、うんうんうん、なのでそこがちょっとあやふやなまま、そう多数意見は、うん、はい、ダイレクトな判断は避けた、最終的にね、はい、感じになったけど、でも本来的にはやっぱり4分の1っていうのはそういうことだと考えるのがまあ普通かなと思いますけどね。そうですね、うん、だってやっぱり
もちろん個々人の議員が選ばれるうち、なった以上は全国民の代表だから、うん、はい、その一部の人の代表じゃなくて、選ばれた以上は全国民の代表だし、そもそも国会議員になろうとする人は全国民の代表になるつもりで立候補してくれないと困るっていうか、それが憲法に書いてありますよっていう話だけど、どうしてもそのなんか党議拘束というか、まあ党の縛りとかってすごくあるらしいし、どうもね、見てると。だけどでもなんか本来的にはやっぱりそうですね、なんか憲法の趣旨から遠く離れた国会議員だったり内閣だったりするなって私は思うんだけど、うん、結構なんていうのかな、原理原則通り考えていくと、こんなものをすぐ召集されて当然だし、うん、それがね90何日後にやっと召集してね、冒頭解散なんてね、憲法のそのなんていうのかな、破壊とまでは言わないけど、うん、軽視だとは思うんですよね。おっしゃる通りですね。うん、まあ、皆先生の YouTube をご覧になっている方はもうご存知かもしれないんですけども、はい、憲法と法律 の, その位置づけとか立て付けってまるで違ってて、はいはい、その ここに国家があって、うん、でここに我々国民がいるとすれば、法律っていうのはこう国家がその我々国民の権利自由を制限するものではあるんですが、うん、そうですよね、憲法は逆で、矢印は逆なんですね。そう、国民の側からこう国家権力の、うん、まあ、制限抑制をして、うん、我々国民の権利自由を守るっていう、そう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 、唯一その我々国民の味方であり、うん、かつ上位規範ですからね、全ての法律の上にあるとても大事な存在、うん、なのに国は我々にはルールを守れ、法律を守れっていうのに、うん、自分たちが守るべきその憲法を守らないっていう、ちょっとおかしかろうっていうのは、うん、そうですよね。でさらにその守らないものをなんていうのかな、好き勝手に変えようとしてきたりするじゃないですか。だからやっぱその辺はなんだろうな、憲法でもすごく憲法って難しいから、うん、難しいんだろうなって思うんですけど、でもやっぱなんかこう原理原則から考えると、やっぱりその臨時会が召集されないのに、例えばね、憲法上保障された私たちは表現の自由とかそういうところでしか対抗できないし、いくら表現したってなかなか声が届かないかったりするっていう現状がある中で、これをその司法の場に持ってったっていうのはすごく大きな意義があるなと。そうですね、はい、でまたテクニカルな話ではあるんですが、はい、まずそのこんな大事な問題を岡山の裁判所だけでやるのは、うんうん、もったいないというかリスクもあるので、うんうん、はい、いくつかの高裁の管轄でやろうじゃないかってことで、はい、なって香川慎太郎弁護士が、はいはい、本当香川慎太郎ありき、うん、すごいですね、あってのこの53条訴訟なんですが、うんうん、で結局方々に掛け合って、うん、唯一動いてくださったのが、はい、沖縄の小口幸人先生。はあ、小口先生か。だから私小口先生存じお名前はもちろん知ってるんだけど。いやーでもすごいですね、みんな忙しいのに、まあ、はっきり言ってなんか忙しいのに、本当になんだろう、こういうことをやろうって手を挙げる人がなかなかいない中で、それでじゃあ沖縄と岡山でと、で、うん、メンバーは私と香川弁護士が、はい、入ってるんですが、はい、東京でも、おー、そっかそっかそっか、うんうん、なので岡山でまず、2018年の2月26日に提訴して、はい、提訴して次東京訴訟を、同じ年の9月14日に提訴して、はいはい、で、うんうんうん、沖縄で同じ年の10月16日に提訴して、うんうんうん、なので岡山は広島高裁管轄、そうですよね、広島高裁管轄で、那覇は九州、福岡高裁、そうですか、うんうんうん、福岡高裁那覇支部の高裁管轄、ね、はい、高裁管轄、東京の高裁管轄、はいはい、3つの管轄が使えたので、うん、そこも、まあ、ボスが工夫した、なるほどです、はい、ただ、まあ、東京は
すごい動いてくださったのが、伊藤誠先生。あ、そうなんだ、あの伊藤塾の。あ、そうです。岡山訴訟にも名前を連ねてくださっているんですけども、はいはい、で東京訴訟はあと久保利先生。久保利先生か。はい、あのなんか一票の格差とかやってる先生方ですね。そうなんです、うん。一票の格差を、香川弁護士もやってて、うんうん、それのつてをたどって、うん、久保利先生と、あと増永先生、ね。ああ、増永先生もそうですよね。一人票の、うんうんうん、あの、グループのトップの方で、うん、はい、増永先生と久保利先生が名前連ねてくださって、うん、書面とか書いてくださったりもして、うんうん、あと星野先生って私と同期の方もすごい頑張ってくださって、うんうん、が東京訴訟。なるほどです。はい。で、それぞれ、地裁高裁でそれぞれ特徴のある判決が、はい、うん、おー、それも聞かせて、ね、で、それで、あの、最近ね、報道されたから知ってる人多いと思うんですよ。あのてか多分この YouTube 見てくれる人はこれから放送になりたいっていう若い人もいるし、うん、こういう話題が好きな、うん、あのまあ中高年ぐらいの方も見てる感じなんですね、うん、で最近これ最高裁で判決がもう答え先言うと最高裁で判決が出たからあのその時はすごい報道されたし、私もそれで見て、で、Facebook で藤川先生書いてたから、じゃあ藤川先生に話聞きたいなってずっと思ってて、で、なんだけど、でも実際に提訴したのは5年前。そうですね。でしょ ?2018、そうですね。うん、5年。でしょ以上前 で、5年前に地裁で提訴してるっていう、だから5年かかるんですよね。5年とかかかるっていう。で、当然、最高裁に行く前に、絶対に地裁判決と高裁判決があるわけじゃないですか。で、これって、その体感的なものでいいんですけど、地裁とか高裁の段階で報道って結構されてました？いやすごく熱心に報道してくださってたのが、朝日新聞社さん。で、それは、たまたま、まあ、岡山で提訴なんで、岡山の記者さんたちは全国含めて来てくださってたんですけれども、うん、なんで岡山の新聞に載っても、うん、なかなか全国紙には載らないっていうのは、ただ、朝日新聞社さんの場合、たまたまその朝日新聞の編集員の方が興味を持ってくださって、うん、ですごくやっぱ多分力がある方だったので、うん、すごく掘り下げた学者さんたちにもインタビューした、はい、すごく濃厚な記事を何度も書いてはくださった、うん、それはとても奇跡だったと思いますが、うん、まあ、基本的にはもうすごくもう岡山とかその地方で那覇とかそれぞれの地方にとても、うん、東京に至っては多分ほとんど報道されてなかったでしょうし、うん、まあ来る記者さんたちが来るのも大体判決の日そうなんだよね、まあでもそれはまあ難しいですよね、そうですね、それがその司法報道の難しさというか、そうですね、うん、でそこは難しいですよね、難しいです、で多分すごい面白いやり取りしてるはずやなって私は思ってて、そうですね、そうでしょ、で被告はだから国ですよね、はい、被告国で、はい、でいろんなその被告国がええみたいな、例えばそのこれね、これまで同性婚訴訟の事件とかもやってるんですけど、うんうんうん、で被告国の主張とかがもうギョッとするようなこと言ってきたりするってもうあるあるだから、なんかそういうのもっと報道してほしいなと思うんですけど、なかなかね、なんかその報道ベース、報道されたものを読むのと、なんか判決とかをよく読むと、みたいな、なんかこう、ここもちょっと書いてくれてもよかったんじゃないのみたいなことって結構あったりするでしょ。そうですね。事実もですし、その、なんだろう、評価の仕方も人によって全然違って、そうだよね、割と最高裁のことは後でもお話しますけど、割と私たちは喜んでて、うん、特にその宇賀さん、宇賀克也、はいはい、宇賀克也先生ね、行政法の方の反対意見とか、うん、その方のおかげで多分多数意見も結構変わってすごいいいものがあったんですよ、ね、うん、はいはい、ですごくその前向きに明るく、うん、受け止めてたのに、うんうん、一番報道してくださった、うん、新聞とかだと割とこう暗いトーンだったりして、あ、うん、意外とこのここまでかみたいな感じになっちゃったんだな、そうですね、うん、こんなんじゃダメだみたいな、まあ、うん、おっしゃる通りなんですけど、うん、まあ、最高裁にあんまり期待してない私たちにとっては割となんか明るい光が、うん、そうだよね、
いや、なんかまたちょっと話それるけど、さっきお話出たけど、宇賀先生すごいっすよね。すごいんです。もう、いや、ほんま。私たちの運の強さであれうば、そん。の第三小法は廷、い。宇賀さんがいらっしゃる法廷に当たったっていう、もうその一手につけますね。で、宇賀先生って、東大の行政法の先生で、行政法ってか、普通にその、法学部の学生なら知らない人いない、ね、教科書的なものをいっぱい書いてる先生だから、行政法分野で。で、宇賀先生って本当に、その、教科書でなんていうのかな、裁判とかを、の判決とかを読むと、あれ？私たちが習ってきたことって何だったの？みたいな、なんかその、普通に考えたら、勉強してきた頭で考えたらこうなるよねっていう結論じゃない結論が出るじゃないですか、裁判。どうしても、どうしてもっていうか、なんかその事実上の影響力の大きさとか考えてしまうのかなって私は思うんだけど、でも、宇賀先生って、教科書で習った通りのことを判断してくれますよね。おっしゃる通りですすごね。いですよね。とても勇気があると思いまそうすなんね。だよな。だからそれが勇気の問題になっちゃうのがまたちょっと、ね。そうですよね。本来はその原理原則に従ってあるべきものを最高裁は書かないといけないのに、やっぱりその権力からなんか圧力でもあるのかなとって思思っちってしゃまうようう、なね。うがった目で見てしまうぐらいの本当ひどい判決、特に最高裁は本当実はね、に血も涙もなないい、よねっていうなんかね。行間も読めない、一体何を考えたらこの結論になるんだっていうような、司法試験だったら不合格答案だろうって司法試験だったら思不合い格ま答案すね。のね、いっぱいあるから、でも、宇賀先生は本当にその、すごいですよね。なんか語彙力なさすぎますけど、なんかちょっとそこは希望を感じますよね。そうなんです。彼が言ってくださった期間に提訴できたのもラッキーだったし、そろそろ危ないから、やっぱ最高裁かかった結構時間かかるかのかりますで、宇賀ね。さんいなくなった後に判決出るんじゃないかと思ったんですけど、そ間に合こを、った。間に間合いまにした合っね。て、よくいいものが出たけ獲ど、得そできの、たまあ、ので。ちょっと前段階から聞いてそうでてすいいか。ですか？じゃあ、地それと、裁。すいません、さっき言いそびれたんです全が、すい然ません。沖縄訴訟はですね、小渕先生たちが頑張ってくださっ全て、然。かなりの、国会議員を集めてくださって、赤峰さん、赤峰政権先生とかね。照屋さん、で、弥生先生です弥ね。生先生と糸数先生ながるほ4ど。人集めてくださって、で、東京訴訟は、もともと私たちはこんなにハードル感じてたのに、東京訴訟は小西洋之議員っていう、割と知名度が高い、参す議ご院議員くもの。う頭もすごい。元官僚の方そうでですすね。ね。脱皮訴訟とかもね、全国でやっててね。で、小小西西洋先之先生生、は本当自分で文献持ってきて文章書くぐらい、すごくもう聡明というか、もう賢すぎキレキレキのレ人キでレですよすね。いね。ろんな意味でね。が、原告になっそてうた。だったんだ、原なんなら告。自分したかったけど、弁護士見つからなかったんだ、みたいな感じ。それぐらい、弁護士集めるのは大変な大んで変すでよすね。よね。で、なってくださって、敬願。で、それぞれ3つの地裁でまず判決出たんですけれども、まず私たちは、大きくは簡単に申し上げると、民事会の不召集とか召集決対にそもそも司法審査を呼ぶ。つまり裁判所が判断すべき対象だよっていう。そこもまず論点ですよそうなね。んですよ。なんていうの、政治的な判断は、高度に政治的な問題は、には司法権は及ばないっていう議論っていうか論点があるんですよね。だから、何でも司法審査の対象にならない上に、司法審査の対象になりそうな場合であっても、高度に政治的なものには、司法権は及ばない、司法審査はしないんだっていう、司法権はもっと抑制的であるべきだみたいな議論が、誰にとって得なのかなって私なんか思いますそうけでど。すよね。で、我々の今回の訴訟の目的の一つが、そのいわゆる統治行為論、統治今、行為論って言うんですよ。おっしゃったその行動に政治的な問題については、ちょっと遠慮します。国会、大学、どうぞどうぞみたいな、そのよくわかんない。よくわかんないであよすくよわね。かだっんてない。その、高度に政治的かどうかっていうことの判断基準がまずわかんない。そうなの、おっし私、そゃるれ、とおり。勉そう強しそてるう。ときにすごい思った。確かに、高度素晴にら政治しい。的って何？と思って、
なんていうのかな、高度に政治的ってすっごい抽象的なワードだから、そのある時はすごい広がって、はい、で広がるとすると何ができないかっていうと、司法審査が及ばなくて、司法審査が及ばないってことは誰かが権利侵害されたりしてるはずなのに救えないってことなんですよ。そうですよね。で行政とか、立法府、行政府立法府のやりたい、まあ簡単に言うとやりたい放題みたいな話じゃないですか。そうですよね。さっき宮先生がおっしゃったように、うん、その一番国民に近いのは確かにつながりとしてはおっしゃる国会なんですが、うんうん、でも、一番遠そうに見えて、まあ、国民の権利自由を守る最後の砦って司法権、裁判所ではあるので、うんうん、裁判所が出てこないっていうのは結構我々にとっては不利益なんですよね。うん、じゃあどうすればいいのってなるからね。そうなんです。うん、で、その統治行為論、いわゆる統治行為、今おっしゃった高度に政治性のあるものは司法権は遠慮しますみたいな議論を、うん、もう私文化するというか、うん、もう存在をなくしたいっていう、うん、そうだよね。そういうあの目的も多分あったんですよね、はい、すごいなと思って、はい、で、それは達成できました。すごいよ、はい、これめっちゃすごいですよ。それは達成できたんですよね、はい、まあ、少なくとも、まあ、53条に関しては、うん、いやそれだけでもめちゃくちゃすごいから、うん、でもう一個の議論がさっき先生もおっしゃってた、うん、その憲法53条、特に今回は公団が議論になったんですが、うんうんうん、公団は政治的な義務ではなく法的な義務だっていう主張を我々はしました、うん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 、でもう一つが、その不召集ないし、うん、98日後の召集は違憲違法だっていう、うん、まあ、大きく3つを主張しました、うんうん、で国はそれに対して、その裁判の対象かどうかの議論については、うん、まあ、さっきおっしゃった高度に政治性政治的な問題なので、うん、あの司法審査及ばないっていう主張をしていて、はい、うん、で、ね、さっきの53条公団は政治的な責任を負うに過ぎなくて義務ではないっていう。だからこれあの政治的責任と法的責任っていうのもすごい難しい概念、そうですね、概念ですよね。概念なんだけど、その、あの法的責任っていうのは ある要件を満たしたらもう必ず効果がある、その要件を満たさなければ効果はないようなことなんですよね。例えば、なんだろう、法、すごく刑事事件で例えると分かりやすいけど、例えば、なんだろうな、例えば芸能人の人が、何かこう不祥事的なことを起こして、まあ、執行猶予判決をもらったと。で、それは法的責任だけど、その結果として事実上を仕事に復帰できないっていうのは社会的責任を負わされてるっていうことですよね、うん、でこれ例えば政治家で言うと、例えばその法的にあの問題を起こしたりとか、例えば公職選挙法とか分かりやすいですかね。でそれでその公民権を失うとかっていうのは法的責任なんだけど、その不祥事なり何なりを起こして辞職するっていうのはこれは政治的責任ですよね。おしゃれです。でも政治的責任って周りがやいのやいの言って政治的責任を果たせって言うしかなくて、結局それは政治力で決まってしまいますもんね。そうですね、おっしゃる通り で、うん、でせっかく裁判にしてるのに、うんうん、その政治的責任だって言われてしまうと、うんうんうん、裁判やってる意味がなくなってしまいますよね、うん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 、で法的責任というふうに言うことができれば司法が何らかの形で介入できるっていうことになるってことですもんね。そうです、ね、高度に政治的な統治行為論を超えた後の話なんだけど、はい、っていうことですよね。うんうん、シャトル、はい、で、その、53条の違憲性に関しては、うん、さっきその新聞のくだりであったんで、はいはい、うん、ぜひ皆さんにお伝えしたいんですけれども、うん、国はその、まあ、決定をするまでの92日間ないし、うん、実際に召集した98日間の、はい、98日後の召集について、うん、合憲だ合法だ、その憲法に適合している、うん、あの法律に違反してないみたいな話を主張一切してないんですよね、はい、おー、国はそういう主張を一切してない、はい、してないんです、うん、その心は
あ、多分さすがにできないってことですよね。あのおっしゃる通りで、そのあの裁判の報道というか裁判のその主張のやり取りを見て面白いのは、何を主張してるかはもちろんなんだけど、何を主張してないか、どこを反論してないかっていうのはすごく大事ですよね。そうなんです。反論すらできないってことなんですよ。そうなんです。のさっきおっしゃったその LGBTQ とか、うん、そうそうそう、同性婚の訴訟は、うん、逆に主張してほしくはなかったけれども、ひどい主張をたくさんしてましたよね。はいはい。でそういう普段は普通は国はそういう苦し紛れのありえない主張をしてくるんですが、53条訴訟に至ってはその苦し紛れの主張さえできないぐらい、うん、ちょっと期間が空きすぎていたので、うんうん、その主張を一切しなかった。特に那覇地裁、うん、あの那覇地裁、那覇地裁ですね。那覇は地裁ですね。はい。の時にその裁判所が、うん、そこの合理的期間内の、うん、あのに招集してるっていう、その何日間とかそういう主張されないんですかって求釈明を裁判所がわざわざしたのに、聞いてくれたんや、聞いてくれたのに、うんうん、その次の期日で国はあそこ主張しませんって言ったらしくて、それぐらい多分国がもう困ってたんだろうな、うん、ですよね、うん、だからそれだけの期間を置いてしまった時に、それをあの合憲だというか合法だっていうのはかなり厳しいってことは国側もまあさすがに分かってたと。例えばその同性婚訴訟で言うと、さすがにやってない国の訴訟主張としては、24条はだからあの同性婚を禁止してるっていう主張はしてないんですよね、さすがにね。そういうことですよね。うんうんうん、すごい。うん。でなので国側の戦略としては、うん、そのいかにその53条の話に入らないか、その合理的期間が何日かとか53条の趣旨がどうの、さっき国が趣旨を言わなかったっていうのはそのためで、うん、53条の話に行かないように、合理的期間は何日かの話に行かないように、うんうん、あの別のところばっかり主張したんです、うんうん、その別のところばっかりっていうのがその、まあ、司法審査が及ばない、及ばないっていうところに、まあ、あのっていうこう労力を割いたわけですね。そうですね、うん、であとは、まあ、政治的な責任すぎないから、そうだよね、そこの議論しないで、うん、法的責任じゃないっていうね。でそこは各地の地裁高裁は割と良識的で、うんうんうん、まあまず那覇地裁、うん、福岡高裁と岡山地裁、広島高裁の4つは明示的に、司法審査を及ぶっていうことを書いてくれました。東京地裁、東京高裁は判決の内容はひどかったんですが、うんうん、でも事実上その判断していたので、うん、ってことは司法審査に対象にしているっていうことなので、うんうんうん、そこの結果としてね、はい、うんうん、そうなので司法審査が及ぶかどうかの点については、うんうんうん、地裁高裁レベルから、司法審査が及ぶっていう、まあ、うん、要するに、裁判所は国側のその統治行為論的な主張を、うん、まあほぼ無視したっていう。なるほど。でも私それやっぱ当然だなと思うのはね、やっぱりその53条はやっぱりその国民のどっちかというと権利性が高い条文だと思うんですよ。でそこをその司法審査及ばないって言ったら、どうしてくれるんですかってやっぱなるし、しかもかなり具体的な条文じゃないですか。そう、おっしゃる通りですよね、はい、何日ってのは書いてないにしても、うんうん、ただ召集せよって書いてて、うん、その他の憲法の条文と違ってもう分かりやすすぎるんですよね、うんうん、主体も明確だし、うん、要件効果が効果というかその、まあ、効果ですよね。効果はちょっと不明確といえば不明確なんだけれども、要件は国会議員、しかもいずれの議員、どっちでもいいから、4分の1の人が召集を求めるっていう、すごくはっきりした、そうですね、具体的な要件ですもんね。そうです。やるべきことも、うん、その臨時会を召集するっていうだけ、うん、すごく事務的な、うんうん、そうですよね。極めて事務的な手続き、うんうん。で、不可能なことじゃないからね。そうなんですよね。うん、なので、まあ、さっきの那覇地裁、福岡高裁、うん、岡山地裁、広島高裁は明示的に国の主張を排除するのはダメだよ、うん、こんなに違うよって言って、うん、我々の主張を認めてくれて、うんうんうん、で
そこはまずその4つの裁判所を評価したいというか、はい、頑張ってくれたなと思ってます。なるほどです、はい、で東京地裁東京高裁は判決はひどかったんですけど、うん、プロセスは私は個人的にはいいものがあって、うんうん、はい、那覇地裁の場合は小口先生が早く判決もらいたかった、うん、でも那覇地裁の裁判官が良かったみたいで、うんうん、今のうちに出したいっていうのがあって、うん、原告本人の尋問申請はそもそもされなかったんですね。あ、なるほど、うんうん、で岡山はしたんだけれども、うん、採用されなかったんです。あ、なるほどです。でも東京は、まあ、ガス抜きなのかわかんないですけど、うん、全部の尋問を採用してくれたんですよね、地裁の高裁は。で、特に、まあ、その学者さんたちの尋問もさることながら、はい、そもそも国会議員の小西洋之さんが尋問の、はい、で立ってくれて、それがもうものすごい画期的で、なかなかないですよね。ないですよね。トマベジ事件ぐらいかな。そもそも国会議員が原告になったのは。うん、で、かつ、その、小西さん、ね、はい、うんうん、そうですね。小西さんだけが尋問に立てて、うんうん、で、その時に私もハッとさせられることがあって、はい、結局、その、地裁高裁、あるいはその、最高裁も、うん、最終的にその国賠訴訟の方は、はい、まあ、なんだろう、国会議員個人にそういう徴収してもらう権利は個別具体的にないみたいな、うん、なんていうのかな、結局、局の言っちゃえば、国会議員人にあらずみたいな、別にそんなことで精神的苦痛ないです。そんな、うん、機関みたいなね、人というよりも、国の機関のような考え方をしてっていう感じですかね。そうですね、うん、なのでそんな、うん、なんていうの、保護すべき利益はないよねって、うんうんうん、その国賠法上の解釈で切られちゃったんですよね、はいはい、でも私も正直その、うん、司法修習生の給費制の活動で、はい、ちょっと話が長くなって、ちょっとここでは割愛しますが、っていう活動を昔してたんですけれども、うん、その時に全部の党の議員さんにロビー活動をしたんですよね、はいはい、その時に感じたのは、うん、確かにその国会議員さんってやっぱり体力はタフだし、めちゃくちゃタフですよね。タフですね。で、まあ、言葉は良くないかもしれないですけど、うん、心臓に毛が生えてるのかなぐらい心も強いから、うん、確かに私でさえちょっと国会議員ってちょっとこう雲の上の存在というか、うん、傷つくことあるのかなって感じちゃう時もあったんですけど、うん、それは尊敬の意味も込めて、ただその小西さんがその尋問に立ってくれた時に、やっぱりこの人たちは議員さんもみんな自分のやりたいことを実現するために国会議員になって、うん、いろんなことを犠牲にして議員になってて、うん、そこにその人格権なりを見出さないような、うん、その保護すべき利益ないっていうのはちょっと、うん、まあ本当はありえない判断だったなと思って、そこは最高裁もちょっと多数意見はそこに乗っかってしまったので、なるほど、うん、そこだけはちょっと打破したかったなっていうのはあるし、まあ、自分自身もそういうちょっと誤った認識を持ってしまっていたんですが、その尋問に小西さんが立ってくれた、あるいは裁判所がそこ採用してくれたおかげで、自分もそういう気づく機会が、なるほど。で、でもそれってなんか実際にね、なんていうのかな、実感としては私もそうだと思うんですよ。やっぱ普通の人はやっぱなれないじゃないですか、うん、国会議員に。だけど普通の人はなれないけど、普通の人を代表してるんですよね。そうですね。ね、それでその代表者としての行動が制限されてるっていうのは、やっぱりそのなんていうのかな、国民一人一人の権利が侵害されてるっていうことに等しいと私は思うし、そうですね、そこがなんかこうなんていうのかな、現実と乖離してしまってるのかなっていうのは感じますね。そうですね、うん、まあ、その裁判の形にするために国会議員の精神的苦痛って構成は取ったものの、うん、はい、結局不利益を受けてるのは回り回って私たち、実はそうなんですよね、はい、そこのつながりを多分やっぱりみんなに理解していただきたいなと思って、うん、今日
いましたし、うんうんうん、自分もでもそこをどうしても乖離してしまっている部分が現実的にあるので、うん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 、それを埋めてくれたのがその尋問。あ、そうですか。そうですね、小西さんもやっぱりそのいろんな国民有権者のためにいろんな活動をされて、うん、そこいろんな視点も知らなかったんですよ、うんうん、よく知らずに原告になってます、うんうん、本当にちょっともう涙ぐましい、多分小西さんだけじゃない、うん、いろんな議員さんが本当にもう身を粉にしていろいろ活動しているのは、うん、まあ綺麗事かもしれないけれども、うん、本当に私たち国民、全国民のためではあるので、そこをなんだろうな、人格的なものとして見なかった私もちょっと偏見があったと思うし、うん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 、結局裁判所がその偏見を持っているから、うん、ああいう判決になっているのかな。なるほど。でもなんかそれって私裁判所の良くないところの一つだなと思うんですけど、これはまあ一般論としてですよ、その個別具体的な裁判官がどうのこうのじゃなくて、やっぱり国家権力の一端を担ってるから裁判所って、でしかもどうしてもその裁判官って優秀な人がなるじゃないですか、実際のところね、はい、まあ、何を優秀かっていうのはさておいてね、でどうしてもやっぱりその特別意識っていうのは私芽生える気がしていて、構造的にね、でそういう中でやっぱり例えばその国家、そういうところにいる人たちが向ける国会議員に対する視線と、まあ、一般の市民が国会議員に対して向ける視線とか、例えばそれは裁判所に向ける視線、弁護士に向ける視線もそうなんだけど、なんか違う気がして、だけど、その具体的、その地に足のついた生活というか現実から離れた司法はないから、だから絶対にそこはそれは権力がある人ほど忘れちゃいけないっていうのは私はずっと思ってることです。そう、そうですね。その実際にその裁判官になってる、あれば内閣総理大臣なり国会議員なり権力を持つポジションになってる、うん、その人が悪いんじゃなくて、ね、構造的にそういうふうになりがち、はい、誰しも例えば宮先生と私が、うん、もし内閣総理大臣とか最高裁の裁判官になったら、うん、どうしてもそういう権力を乱用してしまう、しがちだっていう、その、そういうまあ歴史的にそういうことがあったからこそ、権力は抑制的に縛りを設けないとってことで、立憲主義的な意味の憲法ができているので、それはもう仕方がないことなんですが、だからこそ憲法っていうルールにのっとってその三権が判断しないといけないのに、それ従わなかったらそれちょっと権力乱用してませんかっていう話ですよね。で、だから権力ってすごく怖くて、その抑制をすればするほど、抑制すること自体が権力の乱用になることもあるじゃないですか。判断ができる人が判断しないとか、例えばこの53条だって、はいはい、そうですよね、判断しないことがすごく権力の乱用になりうるから、私はすごく怖いなとは思います。ね、本来司法権は、その今回でいくと 行政権を抑制制限しないといけないのに、うんうんうん、自分が引いてね、遠慮してしまったがゆえに、適切な判断がちょっとできなかった部分がある、うんうん、ただ最高裁は、そろそろ入っちゃうかな。そうそう、最高裁、はい、最高裁のいいところ。いいとこ行きましょう、最高裁の。はい。いいところ、うん。実はちょっと今の話に全然入ってなかったんですが、はいはい、東京訴訟だけ、確認の訴えをしていました。うんうん、確認の、そうだよね、そうだよね。で、うんうん、うちらあまりにその、で、しかもその東京だけになっちゃったのは、うん、小口先生も一緒に確認の訴えしてくれたんですけど、うん、どうも確認の訴えの管轄が東京だったみたいで、ああ、そっかそっかそっか、移送されちゃうみたいな、両方、それじゃ意味ないって言って訴え取り下げて、もう一回やり直してくださったんですよね、うんうん、っていう経緯もあって東京だけ、うん、確認の訴えを、うん、で確認は何を確認する訴えだったんですか。はい、2つ、主意的請求と、あ、主意的なのと予備的なのと2つあるんですが、はい、主意的にはまあ、国会議員の人が次に、今回で言うと小西さんは参議院だったので、うんうん、参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として、うんうんうん、その所定の手続きによりその臨時会の召集決定の要求をした場合に、うんうん、内閣が20日以内に臨時会が召集されるように
臨時会招集決定をする義務を負う、はい、っていうことの確認と、はい、予備的に、そのさっきの1個目の場合に、上告人、あ、じゃない、小西さんたちがその20日以内に臨時会の招集を受けられる地位を有することの確認を求めたんですよね。はい、で、その時は地裁高裁がもうちょっと、うん、もう全然門前払いって感じで、つまりさっきのデータ、その機関訴訟的な、うん、国会議員のその何て言うかな、まあ国会議員はあくまでその機関みたいなもんだ、これ機関訴訟みたいなもんだから、うんうん、その法律上の訴訟に当たらないみたいな、法律上の司法審査は及ぶけど、じゃあ国売かっていうと、あでね、こっちのね、国売、はい、国売の方は別の訴訟だよね、はい、今確認の、今ずっとやったの国売で、はいはい、うん、確認の訴えの方は、はい、なんていうのかな、そもそもなんだろうな、法律上の訴訟に当たるかどうかっていう要件と、うん、もう一個、うん、確認の利益が主に争点になり得たんですが、はいはい、地裁高裁法律上の訴訟、つまりその、うん、当事者間の具体的な権利義務ないし、うん、法律関係の装備に関する紛争で、はいはい、その法令の適用によって終局的に解決することができるものっていう、うん、要件なんですが、はい、そもそもそれに当たらないから、うんうんうん、確認の利益がな ないっていうのが、うん、あ、確認利益がない、確認、うん、そもそも法律上の訴訟当たらないってとこで地裁高裁が開いたんですが、はいはい、法律上の訴訟がないんだ、はいはい、だったのが、最高裁はびっくりですけど、うん、びっくり、法律上の訴訟に当たるって言ってくれたんですよ、当たるって言ってくれて、うん、すごい、でその上でそこが画期的なんです、うん、つまりそこ、うんを認めてくれたら次に提訴する確認の訴えをする機会を得たんですよ、うん、本当だ、すごい、そうそう、これで最高裁が最後の判決だから、法律上の訴訟に当たるから、次そういうことがあったら、そうですね、で結局最高裁は確認の利益のところで切ったんですけど、うんうんうん、はいはいはい、そっかそっか、うん、でも今はね、うん、はい、まあ、確かに結構もうね、5、6年空いちゃってるので、そう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 、確かにそういう、現実の危険がないよ、うんうんうん、あるとは言えないよねみたいなところで切られたんですが、うん、はいはい、そこはもう宇賀さんがすごくって、うん、多分、多数意見で法律の訴訟があるっていう、うん、認められた時点で、うん、国側のその商務検事さんたちがちょっと、うん、びっくりだよね、そんな判決出るって思ってないよね、ちょっと多分びっくりしてて、うんうん、そこちょっと呼んでもらってもいいですか、はあ、本件各確認の訴えは上告人、まあ、小西さんが個々の国会議員が臨時会召集要求にかかる権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、小西さんを含む参議院議員が53条後段の規定によって上記権利を行使した場合に、国が、まあ、小西さんたちに負う法的義務または、小西さんが国との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると返されるので、当事者間の具体的な権利義務または法律関係の装備に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるとすることができる。すごい、なるほどね。だから、そういう20日以内に、20日以内に、臨時会を招集することを。そうですね、うん、最高裁の多数意見は20日っていうのを。そうだよね。そうだよね。だから、20日とは限らないんだけど、はい、少なくとも、この確認の訴え自体が、うんうん、まあ、その、当事者間の具体的な権利義務だと思うんですけど、うん、に当たるんじゃないのっていうのと、まあそれは法令の適用によって終局的に、うん、最終的に解決できるよねっていうところを、すごい、うん、でもこれって多分宇賀さんが説得してくれたんじゃないかと我々は勝手に思って、うん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 、ここの部分でも実はめちゃくちゃ画期的ですよね。す要するにこれも法律を習ってると、そういうふうに考えがちなのは、憲法っていうのは直接的な権利義務を定めたものじゃなくて、さっき藤川先生も言ってくれたけど、
国を縛る法規だから、それを具体化するには法律の規定が必要みたいに私たちはちょっと考えがちなところはあって、でそれは何でかっていうと憲法がやっぱりちょっと抽象的だからっていうことなんだけど、うん、でもおそらくやっぱり憲法53条のある程度の具体性から考えると、あの日にちはちょっとさておき、4分の1の招集、4分の1以上の要求があれば、それを開いてもらうという地位を持ってるんだっていうことを憲法から直接導き出したっていうところが画期的っていうことですよね。そうですね、結局でも今読んだみたいにちょっと、うんうん、なんていうんですかね、うん、行間がわからない。まあね、確かにね、結論さっきの法律上の総称の定義を、うん、ほんまにそうやな、だからこれは実はちょっとふわっとして、まあ、でもただ否定してないっていうところだけでもすごいですよね。はい、その地裁高裁でさえ切った、本来は地裁高裁の方がいい判決で、最高裁やからとは、うん、悪い判決あれってなるね、パターンも多いけど、地裁高裁を切っ、そこは辞任することができないって言って切って、いい判断をしてくれるって、すごいな、稀ですよね。うん、稀です。はい、なんと、うん、これで弁護団はすごいもう、ここでどよめきますよね。はい、でもこれ衝撃ですよね。だからこれが否定さ、はい、ちょっと これ自体では正直ちょっと今後の判決とか待たなきゃいけない部分もあるかもしれないけど、ただ否定しなかったっていうだけでもすごく評価されますよね。そうですね。で、この解釈のトーンでいけば、うん、本来この国賠訴訟の方の、うん、国賠の請求の方の判断もパラレルに考えて、個、うん、まあね、別具体的な権利侵害あるよねって、うん、思うよね、思うんですけど、うん、まあ、もちろんその司法審査というレベルでは認めてくれて判断されてるんですけど、うんうんうん、なんかおかしいなと思うんですが、うんうんうん、なので宇田さんだけはその法律上の訴訟にも当たるし、うん、確認の利益もあるんだ、うん、そこはすごくって、なるほど、我々が出した過去のその、うん、招集要求から実際の招集までの表をちゃんと見てくれて、なかなか期間が空いてるじゃないかと、うんうんうん、その過去にその、ま、憲法ができてから、うん、その宇賀さんはそもそも合理的期間、その招集要求があった場合に、うん、招集決がなされるべき合理的期間は20日以内だって明言したんですよ、ね、うん、すごいですよね。反対意見とはいえ、そこまで明言するのはものすごいことだなと思うし、まあ、それぐらいできることだよね。うん、ね、で過去やってるよねってことですよね。そうですね。でちょっとそこで話されてお話すると、うん、まあ、そもそもその今回招集しなかった自民党さんも改憲草案で20日以内っていうのを明示してたり、うん、なるほど、あとその54条っていう特別会の条文で、うんうん、はいはい、と読み上げると憲法54条ですね、はい、衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。はい、で、その衆議院の解散総選挙があった後でさえ、30日以内に召集しろっていうんだったら、うん、ま、その議員も総入れ替え、はい、その、まあ、名札作ったりいろいろ手続きあっても30日でできるのかな、はい、同じ構成で、臨時会召集だったらそれは20日でいけますよね、うんうん、それよりも短くいけるってことですよね、はい、っていうので我々は20日っていう設定をしたんですが、うんうん、そこを宇賀さんが採用してくれて、最高裁の反対意見にそれを明示してくれたっていうのは画期的なこと で、はい、でかつそうすると、過去に、20日以内に、召集されてたのがその過去に40回中5回しかなくて、過去3年間見るともう20日大きく超えて行われている。そうすると、今後、だいぶ先でしたが、うん、令和5年、うん、6年とかにその臨時会召集要求がされても、うん、あの20日以内に臨時会が召集されない外人性は相当に高いとまで言ってくる。なるほど、すごいね。そうすると、うん、さっきの切られた即時確定の利益があるから、はい、確認の利益もあるっていうふうに明言してくれて、宇賀さんはうちらの主張全部飲んでくれたんです。すごいですね、うん、すごいすごいことだった、うん、そうなんです。で、国賠請求の方はさっきお話に出てるみたいに、最高裁は、地裁高裁と一緒で、まあ憲法の判断、まあ一応53条の趣旨までは言ってくれたんですけれども、うんうん、
まあなんていうか歯切れの悪い感じで、うんうんうん、そのまあ法律上保護すべき利益ないですよね、うん、ということで切っちゃって、うん、まあ53条のその何日内が合理的期間だとかいう話はしていない、うん、まあ53条の趣旨をまあ述べただけでもマシではあるんですが、うん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 、まあそうですね、趣旨を述べるときはあんまり少数派って言葉は出さなくて、うん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 、まあそうですね、その否定するときにその53条公団の規定上、うん、臨時会の招集について各議員の少数派の議員の意思が反映されうることを踏まえてもって一応触れてる UFO のような形で触れたんですね、はい、でもそれでもそういうまあ権利利益を保障したものじゃないんじゃない、うんうんうん、みたいなのに切ったんですが、宇賀さんはそこもすごく熱烈な、はい、宇賀さんは何て言ってくれましたか。宇賀さんは宇賀克也裁判官は、はい、見上げると憲法53条公団の眼目が少数派議員による国会での質問議案の発議評決等を可能にするといういわゆる鍵括弧少数派権の尊重にあること、議員も一定の要件の下で議案を提出することができること、委員会もその所管に属する事項に関し法律案を提出することができることに加え、行政監視も国会の重要な役割であって、はい、その臨時会招集要求の重要な動きになることが多いと考えられることに照らしても、でそんな招集決定を遅延させることは許されないっていうような、うんうんうん、すごく強い言葉を入れて、で、まあ、その、招集要求をした議員としてない議員とではやっぱ違いあるよね、保護すべき利益がその招集要求した人にあるよねっていうことで、あの国賠法請求の方も認めてくれた。すごいなぁ。それも本当、宮先生がおっしゃったみたいな、はい、教科書に書かれるような、うん、ちゃんと誰にでも分かるように、うん、あの丁寧に立論されていて、うんうん、なので本当、あの我々の署名をちゃんと読んでくれてるのも伝わってきますし、うん、それをさらにこうなんだろうな、最高裁の裁判官っていう権威を持ちながらそれを書いてくれたっていう、うん、そこに本当にもうなんていうのかな、愛情を感じます、ね、その国民に対する愛情を感じます、ね、いや本当そうですよね。だからなんだろう、何が侵害されてるかですよね。やっぱり少数派議員の、意見表明とか議論をする場を奪ってるっていうことだし、でそれってなんていうのかな、このこういう、まあ、いわばね、ちょっと乱暴な言葉遣いかもしれないけど、内閣の横暴を許すとね、本当は制度上どの党が政権与党になってもおかしくないんだけど、うん、その日本って全然その政権交代がレアだからこれができてしまうんですよね、うん、だからこういうふうに、でもこれ今の政府与党が野党になる可能性だってあるわけで、じゃあ自分たちが野党になった時に同じことされたらどうしますかっていう話じゃないですか。だからいつその民主主義の根本っていうのはやっぱりそのいつ自分が少数派になるかわからない、少数派に なるかもしれない、今少数派かもしれないっていう中で、で少数派の意見っていうのがどうしても反映されにくいから、いろんなこう工夫をして少数派の意見を反映させるようなことになってるわけじゃないですか。で国会議員がたくさんいるのもそういうことですよね。いろんな国民の意見を反映させるためにたくさんの国会議員を選んでいて、でその背景にいるのは国民なんだけど、だからその内閣が今回のその今回だけじゃないけれども、その臨時会の招集をしないのはやっぱり国民に対する自分たちの支持者じゃなくてね、国民軽視に他ならないんだけれども、まあでもなかなかこの現状が変わらない中で、でもこの判決が持つ意味はすごく大きいと思いますけどね。
そうですね、うん、このその多数派の意見、多数意見の方で、うん、法律上の総称を切られなかったってことは、うん、今後速やかに招集要求されて速やかに提訴しておけば、うん、確認の訴えの方ができるんじゃないかっていう、うんうんうん、ですよね。可能性としては残されてますよね、はい、なので救済方法を明示してもらえたということと、うんうん、まあ、あと我々はそのもともとその国会議員さん、原告になってくれた国会議員さんもお金を求めてやってたわけではないので、うんうん、まあなんて極端なこと言えば、もちろん認めては欲しかったけれども、うん、国賠請求の方を切られたとしてもやっぱりその53条に反しているかどうかって明言できなかった以上、うん、俺憲法は53条に反しているよねっていうのを、うん、本当は思っていると思うんです、裁判所は、うんうん、だからまあなんていうのかな、実質、まあ、反対意見で20日っていう明示もあったし、宇賀、うん、さんのこの反対意見に誰も反論できないと思うんですよ、うん、なので小口先生なんかはもうこれは実質勝利の判決だって、ねえ、うん、そうですよね、うん、いやでもだからこの訴訟を提起したのがすごいと思います。そうです、そこはもう香川慎太郎、うん、香川先生どんな先生ですか。いやもう豪快、豪快な、でも私は、うん、実は移籍したんですよ、香川先生の事務所に、うんうんうん、いうのはもともとちょっといやすごい豪快なだけの先生だと思ってたんですけど、うんうんうん、彼が副会長、岡山弁護士会の副会長をしてた時に、もともと私も割と活動的だったので、うんうん、いろんなそういうプロボの活動、秘書委員会とかで一緒にやってて、はいはいはい、なんか方向性は合うなと思ってたんですが、うん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 、ある時その、刑事事件に北線弁護回ってきて、はい、傷害致傷事件、うん、障害致傷、あ、違う、うん、強盗致傷、強盗致傷、うん、障害致傷はないかな、うん、うん、大丈夫大丈夫、はい、強盗致傷の罪名で国選議団会で回ってきて、でこれほっとくと裁判員裁判対象になる、うん、まずいと思って、うんうん、私の見立てとしてはその致傷のとこを落として、その障害まで落としといて、うんうんうん、なんとか裁判員裁判を避けてあげたい、うん、早く終わらして、早く終わらないからね、はい、うん、いけるだけ世間に知られないうちに終わらせてあげて、うん、なんて被疑者が特にその時転職が決まってた時だったので、そういう戦法を取ろうと思って、ただそれは起訴された後、もう裁判裁判とかなった後に、うん、香川先生に頼んでた遅いから、うん、あ、そうそう、刑事事件すごい卓越してるっていうのを伺ってたので、で香川先生弁護士にその一緒にやってほしい、ひいては裁判員裁判対象にしたくないから、うんうんうん、障害の落としたいんだけどって言って相談したら、はいはいはい、わーって見て、あ、塚川さんこれ、ね、全部落とせるよ言われて、本当に全部落ちたんですよ。すごいね。吹きそう。すごいね。で、でもまあもちろんね、見てる人には法律の専門家じゃない人もたくさんいるので、その悪いことした人をそんな風にしていいのかっていう人もいると思うんだけど、でもそこはまあちょっと そういう事情がたくさんね。そうですね。うん、その事件の場合は本当に記憶がなかったんですよ。なるほど。で、その彼のその人の認識では本当司法試験みたいな感じなんですけど、完全に誤送過剰防衛の事案で、なるほどね、全然不起訴になっていい事案なんですね、うん、悪いことした認識がない、ないんですね、なんなら加害されてると思って正当防衛した結果、そういうふうに、まあ、ちょっとだけ怪我したのかなみたいな感じだったんですけど、うん、外観としてはそれが強盗致傷になる、そのだから本当に羅生門みたいな話が、はいはい、刑事弁護やってたらあるからね、はいはい、でも本当に起訴されるとその通りにレールに乗っけられるから、うん、そこを弁護人がどうするかっていうのは本当に難しいんだけど、そこで香川先生がすごい助けてくれたっていうか、はい、そうですね、うん、これは藤川さん司法試験みたいだね、うんうん、これは彼らは当然そこはまあでも結果として被害が出てるので、うんうんうん、そこに関してはもちろんね、はい、うんうん、示談の交渉もちゃんとお金も払って、うんうん、やるべきことはやって、でもその刑事のそのルートに乗っちゃってるのを下ろしてあげた、うんうん、なるほどね、まあ、そこの見立てと、うん、
実際にそれを、うん、実現させる、実現させた、うん、そのそこに行動力というか、はい、びっくりした。そうなんです、うん、あの黙秘権、うん、あるっていうのは有名な話だし、うんうん、試験でも習うと思うんですが、うん、実際に黙秘権を行使しろっていうのは、うん、弁護士にとってもとっても難しいですね、はい、それを言うの意外といなかったりして、うんうんうん、あのその黙秘権を行使すべき場面かどうかの判断もう難しいですよね、はい、極めて難しいんですが、うん、その判断がすごく的確なんですね、うん、彼は。っていうのは多分たくさんの事件もやってるし、で途中まで黙秘権行使させても、うんうん、あ実際これはちょっとしちゃいけない、ちゃんと認めた方がいい事案だなと思ったら、うんうん、そっちに方向転換したり、うんうん、その判断が極めて的確、うんうん、で、あすごい大雑把な先生だと思ってたけど、うん、この人すごいな、なるほどね、で、うん、で移籍、はい、させてもらって、そうですね、移籍させてもらって、でこの53条の弁護団に関わっていくことにつながる、あそれちょうど移籍の頃にこの提出をレビー加算しないって言われて、うん、ま、そのあらゆる党の議員さんにロビー活動したのもあって、高井さんと、はいはいはい、ま、面識あったし、うんうん、なんならすごい休止制ですごいお世話になってたので、うんうんうん、あ全然高井さんとはやりますよ、ね、うんうんうん、で、で初期からずっと、なるほどね、なんなら産後半年ぐらいの時に、そうだよね、そうだよね、だからその間に妊娠出産も、はい、あって、でそうじゃ、で産後半年の時に下陽子先生が、はいはい、すごい今回 の、ね、はい、うん、事件にすごいご尽力いただいたんですが、うんうんうん、その方の尋問したり、小西さんの議員、うん、小西さんの、小西議員のね、小西博之議員の、うん、の尋問を聞きたすぎて、でもその時預かってもらえる方がいなくて、うん、で、あのケープの中で、うん、子供を授乳させてたまらず、うん、授乳しながらその正規の尋問を聞いたり、すごいね、うん、あのなかなかなんていうのかな、自分のこのなんていうのか、すごく大事な5年間の間にこの訴訟があって、うん、あったね、そのゴールがその宇賀さんのおかげで、ドラマチックなというか、すごく光が見えたというか、うん、これすごい判決ですよね。だからどう伝えたらいいのかすごく難しいなと思ってて、これなんか私はすごいすごいって思うけど、やっぱりなかなか伝わりにくいですよね。これってどこに行ったら読むことができますか、この判決全体は。多分で最高裁の、はい、あのとこ載ってますよね。だからリンクに貼ろうと思いますし、ぜひあのまあ多分ね、宇賀さんの反対意見から読むぐらいが分かりやすいと思います。そうですね、実は。おっしゃる通りですね。で、宇賀さんの反対意見を読もうと思ってください、まず。あの、で、宇賀さんの反対意見読んでから、あの、本文っていうか、でもあくまでもそれは反対意見なんだけど、多分おそらくすごく読みやすいですよね、宇賀さんの反対意見の方が。はいはい、だから、宇賀さんの反対意見を読んだ後に、あの判決文を読むとか言っていう順番でいいと思いますし、で、まあ、読んでいただいて、で、まあ、その、なんていうのかな、憲法を少しでも身近にというか、っていうふうに考えていただければいいかなって思ったりするんですけど、どうですか？すごくいいと思います。ね、本当に。で、あの、じゃあ、この裁判はもう終わったっていうことで、この、じゃあ、弁護団活動としてはもう、実は続いてまして、はい、ちょっと私は子供小さくて、うん、その会議に参加できてなかったんですけど、はいはい、先日弁護団会議があって、うんうん、次回その招集要求があった場合にすぐ提訴できるように、はい、あの小口先生とか星野先生、伊藤誠先生とかが、はい、あの訴状の起案も訴状の草案をも作ってくださって、なるほどです、うん、そこの多数意見とか小川さんの、はい、メッセージを書き取って、はい、うん、まあ、すぐすればいいんだってことで、なるほどね、すごいですね、はい、そしたらあんまり長引いたらこっちで裁判所が判断してくれるだろうし、うん、で実際どうなんですか、進行協議で裁判所が国側に聞いたら、うん、実際に招集せざるを得ないみたいな、うん、そうだよね、どっちでも、うん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 、あの部があるので、うん、いや、いいと思います、はい、本当に、なので我々終わったと思ってないので、うん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 、でなんかどうなんだろう、こそのなんていうのかな、このそうだから本当一番最初の方に
藤川先生が言った通りで、その与党対野党じゃないんだよね。それは与党対野党っていうふうに捉えてしまうのは政権交代が起こらないからだけの話であって、その本当はその時々の多数派少数派って常に変わりうるのが民主主義の大前提だから、で常に自分が多数派とは限らなくて、少数派の権利をね多数派が簡単に踏みにじるような社会であっていいのかっていう問題だから、そこは与党野党関係ないですよね、うん、そうですね、うん、ちょうどその自民党の改憲草案も自民党さんが野党時代に、うんうん、作ってるんですよね、はい、なので気持ちは多分分かってくださってると思うんですけど、うん、そうだよね、うん、なので逆の立場だったら今の野党のやる党が招集しないかもしれないし、うん、もうお互い様のところはあるので、うんうん、ですよね。でおそらくそのこの判決のいいところを都合悪く取ってる人たちが、うん、その野党の議員が負けたみたいな、うん、そうレッテル貼りをするんですよね、うん、そのレッテル貼りに惑わされないです。そうですよね。あくまで国会対その内閣、うん、で国会が一番本来国民に近い、なぜなら全国民の代表だし、我々が直接そこを議員選んでるからね、構造的には近いですし、うん、ただ他方で本当に最後の砦で少数派の、我々国民もだし国会議員もだし、少数派の最後の砦って本来はその地方裁判所であるべきなので、うん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 、その裁判所がまあその確認の訴えのところで法律上の総称で画期的な判断に踏み切ってくれたのは、うんうんうん、とても意義のあることだし、うん、私は宇賀さんにそのラブ光線を、はいはい、宇賀さんね、一人一票の大法廷とかも何回かボスのおかげで言ってるんですけれども、はいはい、その時は宇賀さんを見て、うん、ありがとうみたいな、うん、めっちゃ光線を送っておきました。いやだから本当にそのこう司法が機能する、でもね、司法が機能するためには誰かが訴え提起をしなきゃいけないんですよ。そうですね。で、こういうその訴訟は素晴らしいし、でもこればっかりやってるわけにもいかないし、そうなんです、そうなんです。そのボスもかわいそうです。すごい大赤字だよね。だから本当になんだろうね。だからまあ、私はこういうふうにこういう素晴らしい活動をしてる人の話を聞いて、少しでもちょっと拡散にご協力するというか、すごいですよっていうことを言うぐらいしかできないけど、まあでもなんかこうみんなそれぞれの役割があると思うので、はい、でじゃあ私がじゃあ今これ弁護団の先生方の名前見てるけど、やっぱ藤川先生しか声かけられないわけですよ、はあはあはあ、知ってる人藤川先生しかいない。怖いです ね、うん、いやいや、でも結局そういうふうになんかやっぱ人と人とのつながりが大事な部分もあるし、まあ、一方で自分の知らないところでもお互いに一市民として一緒に頑張ろうねっていう部分もあったりするじゃないですか。だからまあ なんだろうね、本当にお疲れ様でしたっていうことと、でもまあまだこれからがスタートなところもありますからね。これでなんか再スタートを切らせてもらえた、ね、うんうんうん、そうだよね。ちゃんと宮先生のおっしゃる通り、私もちょっと、うん、私こっちに来てからその妊娠出産とかもあって、うん、自分のそのエネルギーのキャパシティがすごく減っちゃって、うんうん、で今そのさっきの一人一票の期日、実像はできてなくて期日頭数だけ行って、うんうん行くのと、その53条訴訟の実動するぐらいで、あとの活動、まあ、フェードアウトさせていただいてるって、すごく心苦しくて、うん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 、で、ただ、その、なんていうのかな、多分私だけじゃなくて、その体調を崩されたりとか、できない期間ってそれぞれあると思うので、そのできる時にできる人が、こう、分担して、うん、できたら、それで、世の中変わっていくと思うので、できる、まあ、少しでも担える人が増えていけば、うんうん、こういった類の訴訟、まあ、ただこの53条ってそこまで心にくるテーマじゃないんですけど、うんうん、ちょっとね抽象的な部分は、ね、あるのはありますからね。シンプルだし原告も国会議員さんだから、うん、そんなに心には来ないんですけど、うん、その同性婚の訴訟とかね、はい、結構もう本当私もラジオで、うん聞いてて、その国の主張のひどさとか聞いてると、うんうん、もう心に、うん、これでさらに被害を
増やすのと思うぐらいひどい主張だったりして、そういうのってやっぱやってると弁護士でもやっぱ心に辛いよね、はい、辛いし、それをやっぱされてる先生がすごいなと思いますし、うん、私も今ちょっとできてないんですけど、ハンセン病のこと、はいはい、たまたま委員会で、うん、そこの岡山はね、はいはい、部会にたまたま配属された縁で、うん、はい、あのハンセン病の家族訴訟とか少しだけ携わらせていただいたんですけど、結局実は何もできてないんですが、岡山でそういう委員会の活動で、あの長島愛線とかコンビニとか行かせてもらって、はい、交流させてもらったり、うんうんうん、そういう訴訟で家族の方と交流したりすると、うん、本当に本当に辛いというか大変な心に来る活動、原告さんたちも、うん、その支援者の方々もだし、ね、弁護団もだし、うん、本当にこう人生かけてやってる弁護士たちがこう世の中にたくさんいるので、うん、そういうのをこうやって矢先生が、うんうん、あのね、知名度が、いや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 、矢先生が広げてくださるのってすごく、うん、あの意味のあることです。実際さっていっぱいあっても知られないと、うん、あるいは本当そうなんですよね、報道されないとなんかなかったかのことのようになってて、うん、 ね、それがすごくなんか、うん、なんだろう、権力の思うツボだなと思っていて、うん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 、なのでそうやってリスクを恐れずにこう、うん、言うべき、知らしめるべきテーマを取り扱ってくださって、うん、あとテレビでも結構、宮先生のコメント結構好きで、うん、ありがとうございます。もうね、そんなにうまくならなくてね、もう悩んでるんですけど、うん、本当ですか？いやもう全然、うん、なんかその言うべき、本当は多分言えづらいことだけど言うべきことをちゃんと言ってくださってて、かつその、うん、一般のその法律家じゃない方々にも分かる言葉で伝えられてて、それってすごい大切な橋渡しだし、あの私たち弁護士であってもすごい気づかせてもらえるというか、いやいやいや、がすごく見ていて私もすごいなんか力をいただいていて、うん、ありがとうございます、はい、はい、いやだからね、53条の話ね聞けて嬉しいです本当に、はい、ちょっとね、はい、マニアックいやちょっとマニアックで、そうそう、シンプルな条文なのに、うん、なんか訴訟の形にするとちょっとマニアックになっちゃう、すごいマニアックになりますよね、うん、でも、はい、でもなんかたまたま、うん、こっちに来てからあんま弁護士っていうのを自分から言わないようにしてたんですけど、はいはい、うん、東京新聞さんが最高裁判決の翌日に一面トップに載せてくれたんですよね、うん、それをボスから聞いて、うん、ちょっとこ岡山じゃ買えないから藤川さんちょっと2部買っといてって言われて、うん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 、であの近くのお店に買いに行って、はいはい、他紙も全国紙もまあ、一面トップじゃない人も一面載ったり、うん、あのまあ、別の面に載せてくれたりとか、うん、なんで全国紙も買って、うん、で東京新聞だけ2部買った時に、うんうん、あんまり嬉しかったんです、そのお店の方に、うん、その自分実はこの事件やってて、はいはいはい、なんか載ってますって言って、その時は写真載ってるのは知らなかったんですけど、うん、はいはい、後で見たら2面に写真載ってるんですけど、うんうんうん、載っててとか言って、あ自分弁護士でとか言ってゆっくり初めて言っちゃって、うん、でその後もう一回行ったらそのお店の方が あれねちょっと読んでみたんだけどちょっと難しかったんだよね、難しいね、言われて、うんうん、でもその思わず言っちゃったことでその興味持ってくださって、うんうん、読むまでしてくださったっていうのすごい嬉しくって、うん、なのでそういう方にこう、うん、なんだろう、伝えるせっかく新聞まで読んでくださった方に、はいはい、本当はこういう内容だったんですよねっていうのをすごい伝えたかったので、はいはい、今日も機会いただいて、はい、すごい嬉しかったし、いやありがとうございます、そういう方にも向けて話したいなと思って、うんうん、そうだよね、いやだからちょっとね本当難しいんですけど、あのリンクにはあの貼っときますし、やっぱりこの憲法53条国家賠償請求、あとまあ確認の訴えの訴訟っていうのが、まあ、最終5年かかる、最高裁に行くのに5年かかるっていう時間の問題もあるけど、まあ、最終的に、まあ、ちょっとね、まあ、それもなんかギャンブルみたいにたまたまこう宇賀さんがいたからよかったねっていうのは本当はあんまり健全じゃなくて、宇賀さんみたいな人が多分もっといる方が当たり前の司法っていうか、うん、なんじゃないかなっていうのは思うんですけどね。そうですね。
そうですね、その前提として私もその最高裁にあんまり期待してなかったからこそ、うん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 、あーって こんないいとこあるじゃないってこう、うんうんうん、思いましたけど、うん、本来はもうあるべき判決って宇賀さんの、ね、宇賀さんの反対意見これが多数意見に乗るべきだったので、ね、そこのなんでさ教科書で習ってる通りに判決出ないのってなりません、うん、はい、だからなんか同性婚訴訟とかでもそうなんですけど、なんかこうなんか勉強してきたのと実も違うみたいに結構なりますよね、うん、刑事事件とかでもすごいそれは思うけど、そうです ね、はい、不公平やし、はい、そうですね、そこもちょっと話飛んじゃうんですけど、うん、香川慎太郎弁護士は、うんうんうん、原理原則をずっと言い続けられるっていうちょっと稀有な、そうだよね、多分プロの刑事、私たちがプロの刑事弁護人だなと思う人たちって、うんうん、その原理原則を固く守って主張し続けられる、でそれ大事だね、はい、その意見が通らないっていうのはやっぱり裁判所ちょっとおかしいよねって思いますし、やっぱり最高裁はトップなんですから、うんと、なんだろう、受験生に顔向けできる、そうだよね、はい、判決書いてほしいですよね、はい、合格答案を書いて、合格答案書いてほしいですよね、しいですね、そうか、いやそれでちょっとそうか、なんかいろいろ今日は貴重な話聞けて、これからその放送になる人にとってはすごい面白い話だったと思うんですけど、そうだな、何聞こうかな、なんかそう、いつも弁護士の人にゲストに出てきてもらった時に聞いてる質問があって、一般論としてね、一般論としてテレビに出てる弁護士についてどう思いますかっていう質問をぶつけてるんですけど、どう思いますか、どうあってほしいですかっていう質問を聞いてて、さっき聞いたみたいに、例えば最高裁の裁判官には私たちが教科書で習ってるようなことをちゃんとやってほしいっていうのは本当あるじゃないですか、私たちのメッセージとして、だからテレビに出てる弁護士についてどう思いますかっていう、やっぱたくさんいるけど、数としてはたくさんいるけど、全体の数からしたらすごく一部じゃないですか、はい、なんか どうですか、どう思いますか、私が今、うん、パッて思い浮かぶそのテレビに出られている弁護士さんの、うんうん、まあ、私が本当にたまたまその10年前に面識あっただけで、はい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 、それがなかったとしても、うん、私はさっき申し上げたみたいに丹羽先生のコメントがすごい好きで、あ、 ありがとうございます、丹羽先生に出続けていただきたいと思っていて、うん、なんだろうな、なんだろう、テレビに出る弁護士ってたまたまその丹羽先生がやってくださってるから気づいたんですけど、うん、そのテレビに出る弁護士がやるべきことって、まあ、私たちの弁護士業界ってある種なんていうのか、部分社会というか、うん、いや本当そうですね、うん、部分社会的な特殊 な、うん、狭い世界 でその法律上の総称とか言っても、うん、さっきの定義言わなくても意味が通じ合うぐらい、なんか法律用語って外国語って言われますよ ね、はいはい、うん、で外国語を喋ってるなんか、うんうん、なんだろう、部分社会で生きてるから、ポ、うんうん、っとその私も妊娠中ぐらいまではよく講演、うん、岡山で呼ばれてたんですけど、はいはい、その時にうっかりやっぱ法律用語使っちゃっては、うんうん、なんかちょっと難しいわみたいになられるから、うん、ちょっと定義集をこう用意したりとかするんですけど、三輪先生みたいにちゃんと言葉で言い換えができるっていう、その能力とその優しさっていうのかな、愛情っていうのはとても、大事だと思っていて、うんうんうん、それができるからこそそのうちらの部分社会、その法律放送の部分社会と一般社会との架け橋になれているというか、うん、それができてるからテレビに出る意義があるし、はい、出ていてほしい方って感じですね。ありがとうございます。で、あと分かんないですけど、なんだろう、割とどうなんですかね、出てる方、優秀な方が多いのかな、うん、どうなんですかね、それは分かんないです、私なんかどうなんやろうな、ね、ちょっと分かんないですね、どう普段どういう弁護士さんかって意外と分からないですよね、はい、知らなくて、でもなんか三輪先生だったら相談したいなって思ったんです、そのまたまたま知ってたけど、知ってるからね、うん、それがなかったとして、知ってるからね、なかったとしても三輪先生だったらこうなんだろう、ちゃんと話聞いてくれそうって思えて、でそのなんだろう、
弁護士一般に対してすごくハードル、敷居が高いってイメージが多分皆さんお持ちだったんですよね、実際弁護士になってみると。でそれはすごく衝撃というか、まあ、昔はもっとステータスが高かった、給料も高かったし、もうちょっと人も少な、弁護士も少なかったし、ステータスあって敷居高いっていうのは分かるんですけど、今は結構増えて、そんなにその給与面も収入面もそんなにいいわけじゃない、ない、決してなんか特別な存在じゃないけど、やっぱなんか、ま、なかなか一歩踏み出せないって方多いって伺って、あそうなんだと思うと、三輪先生みたいに話しやすそうだなっていうイメージを持っていただけたら、私たちとその一般市民の方の間もあの距離も縮まるし、それによってその依頼者さんたちが救われる可能性も、なんていうか、いい方向に救える、あの方を救える道が開けるというか、もちろん弁護士も当たり外れ、合う合わないもあると思うので、合う合わないもあるしね、一概には言えないんですけれども、もし弁護士につながったらいろんな救済法あるのにな、しかも早めに来ていただいた方がそうだよね、選べる選択肢も多かったりするので、なんかそういう身近に感じていただけるって意味では三先生が存在は稀有だな、いや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 、あんまりその優秀そうな感じじゃない方がいいのか、いいよね、そのうん、そうそうそう、そうなんです、そうですね、うん、はい、そうか、いやなんか、はい、今日はいろいろお話聞いて、憲法53条の訴訟ね、これちょっとマニアックなんですけど、そうです、どこまで伝わったかな、でも結構こう順を追って話は聞いてったつもりなんで、まあでもこれきっかけでいいから判決読んでほしいですね。そうですね。文章で見ると、入り方も違う。違いますしね。だから本当に、でも本当これ、原告がいないと成り立たないし、私たちの仕事って。そうですね。原告にはなれないからね。そうなんですよね。はい。原告適格が、原告になれる立場の人が、国会議員、その招集要求した。今回のね、はい、うん、国会議員だった。公正だと絶対そう、としかならないからね、はい、し、そのこういう手弁当の事件を弁護団に入ってくれると、特に、まあ、小口先生、いや本当そうですね、だから私小口先生もな、面識ないけど話聞いてみたいんですよね、小口先生だったらつないでもらえますか、もうすぐ来てくださると思いますし、小口先生でも沖縄だよね、あそうですね、うん、でも多分そっか、ちょくちょく来たりしてるか、日弁連の委員会とか、そうだよね、でこんだけいろいろされてると思うんですね、高裁も、いやなんか本当に、なんかいいお話が聞けたし、だからそのあのイメージとしてはね、藤川先生みたいに、まあ言ったら若くて女性がこういう事件やってないんじゃないのっていうイメージも世の中にはあると思う、はい、正直、でもそれも本当は関係ないですよね、そうですね、そのなんていうの、マインドっていうか、その、そういう、まあ、運とかいろんなあのことも要素もあるけど、別になんかそのいろんな事件があって若い人が何もやってないわけじゃない、ないっていうのもあるよね、そうですね、ね、でまだまだそういうその、だから私は本当すごいと思うけど、なかなかこうなんていうのかな、だから別に放送にならなくてもこういう事件があるって知ってもらって、応援してもらって、例えばあの一般の人がこういう報道もっとしてほしいって言ってくれたら報道も増えるかもしれないしっていう感じはありますよね、あと傍聴に来てくださるとすごい、そうだよね、すごい元気もらえますね、こういう、ね、こういうその訴訟だとなおさらそうですよね、誠先生のおかげで多分熟成の方かな、なるほど、若い方が何度か東京は来てくださって、はいはい、岡山でも、あのこういう活動興味ある方来てくださって、多分那覇は多分来られてると思うんですけど、なるほどです、あ伊藤誠先生にも話聞きたいな、私伊藤塾の出身なんですよ、一緒です全然行ってなかったけど、そうだからまあいろいろね、なんか本当に、なんかいいお話が聞けて、よかったです、はい、だからそうですね、本当に傍聴に行くっていうのも一つの方法だし、やっぱり憲法っ
で、私でも憲法ってすごい難しいと思ってて。そうですね、とても抽象的ですし、司法試験でも一番難しいですよね、はい、なんならね、すごい苦手でした。勉強してもなかなかその点数にならない科目じゃないですか。はい、で逆に勉強時間少なくてもなんかいわゆるセンスのある人はできたりするじゃないですか。はい、難しいですよね。はい、私なんか担当試験が候補、うんうんうん、候補がわからなすぎて、うんうんうん、私1回司法試験落ちてるんですけど、うんうん、新司法試験になって、うん、あの宮先生と一緒で多分3回しか受けられない時に、うん、そうだよね、1回落ちてて、うん、2回目で私受かったんですけど、うんうん、1回目の時に担当式の候補が難しかったんで、うんうんうん、2回目の時はきっと今年はちょっと良くなってるだろうと思って受けてみたら、その年も難しくて、あ、まあ、まあまあで難しいですよ、担当だって難しすぎて、あの次 の, あの民事法だか刑事法だかに備えようと思って、うんうん、終わってすぐ寝ましたから。マジか、分からなすぎて、うん、もう時間も費やすのも費やしても分かんないと思って寝ちゃうぐらいもう難しくて。そうなんですよ、難しいんですよ。でも本当になんかこうやってね、いろんな裁判があるっていうことを知ってもらうのもね、すごくいいことだと思うんで。まあ、試験的にも裁判的にも難しいんですけど、うん、でも最初の方に申し上げたみたいに、もう私たち国民の味方ですから、うん、特にマジョリティにいる時は気づかないんですけど、うん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 、マイノリティになったり弱い立場になったりなんか困った時に助けてくれるのが憲法なので。本当はね、うん、でその憲法のことやってるとなんか偏ってるみたいなレッテルが貼られるのがちょっと私はおかしいと思ってて、現にあるものだし、うん、なんなら国を縛るから国民みんなはどういう思想であっても憲法をもっと活用したらいいんじゃないかと思って、うんうん、なんなら、うん、その憲法嫌いとか言ってる方にとっても味方の、うん、そうだよね、力強い存在なので、うんうん、そのさっきの矢印の構造を、うん、ぜひなんか知っていていただきたいですし、うんうんうん、その国家権力側が憲法改正したいっていうこと自体がそもそもおかしい、どうなんだっていうのはありますよね。はい、だから、まあ、変えてもいいけどどういうふうに変えるんですかっていうね、はい、より一層権利の幅が広がるならね、はい、でもいいですけどね、はい、権力側がそんな提案することは多分ないので、なんかおかしい、何か裏あるんじゃないかって思ってほしいし、そうですよね、うん、その困ったことがないからといって、そのなんだろう、憲法なんて変えちゃえばいいんだっていうのはちょっとすごいもったいない話で、そうですよね、これから困るかもしれないし、うんうんうん、本当に温かい、唯一そういう温かい価値観がある。本当はそうだよね、憲法ってそうだよね。はい、うん、本当そう思います。うん、だから、しかもこうやって自分は何にもやってないのに、こんな判決が原告と弁護団がいて、いるからこそ出てくるわけやから、それすごいなと思うんですよ。そうです。いやでも他の、うん、弁護団も本当そうですよね。そうですね、自分はやっぱハンセン病の、うんうんうん、でその弁護団の方々が本当に、うん、もうなんか神様かなと思うぐらい、うんうん、本当に人生かけて、本当そうだよ、ね、本当に体壊しながらでもされてて、なかなかみんなができることではないと思うんですけど、そうですね、でも担い手が全部のこと増えたら全然世の中変わっていくと思うし、あの、そうそう、弁護士にならなくってもそうやって、活動に加わってくださったりしたら、はい、うん、弁護士たちも手弁当でやってる人たちもそうですね、すごい勇気もらえますし、うん、本当そうです、うん、ですね、だから応援、いろんな形の応援とかもあるから、ぜひちょっと注目してもらえたらいいなと思うし、うん、まあちょっとね、この動画を見てみたらっておすすめしてくれるだけでもいいしね、記事とかも貼っとくんで、はい、ありがとうございます、はい、ということで今日のゲストは、あの憲法53条国家賠償請求訴訟の弁護団の藤川智子先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。ありがとうございます。